時刻は8時45分になっております。今日はここじゃん、 JR は橋本駅にやってまいりました。何回で行けて、そうなんかい、なんかいいことありそう。しょうもない、今日はですね、はい、おやともどうぞ。今日は、はい、ここから高野七口の一つである、はい、黒子道を通って高野山を目指します。はい、はい、それでは今日も元気に行ってみよう、行ってみよう、サップ行ってみます。はい、今日はですね、YouTube にコメントくださったももさんからのリクエストでこの黒子道を歩いていきたいと思います。おイエーイ、最近リクエストをちょいちょいやって嬉しいですね。はい、ここです、はい、ここです、はい、橋本駅からスタートしております、はい、これすごいやん、めっちゃわかりやすいやん、この地図てっ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 てで、女人堂まで、女人堂後までね。へー、楽しみ。18キロぐらいかな、全部で。へー、すごいね、うん、こんな見どころがありっす。ちょっと楽しみ。りゅうちゃんの言った通りやん、高野七口やん。そうや。嘘か思っとったわ。なんでよね。高野七口というのは一番有名なのは銚子道、はい、それから、京大阪道、小平地、それから小平地、大峰道、この黒子道、龍神、大峰、この7つです。龍吉、うるさい。行ってみよう。はい、これから紀の川を渡ります。橋本橋です。山は所々白いですね。どんだけ積もってんやろ。冷蔵庫の中いてるみたいな、この空気の引き締まり感ね。で右、はい、まっすぐ行くと工藤山、はい、はい、ガソリンスタンドのところで左に入っていきます。そうですね、何も書いてません。はい、何も書いてないですね。南海電車です。黒子道一番やて。なんか思ったよりちゃんとしてんな。ここがスタート起点ってこと？いや、スタートはね、なんかなんとか寺っていうお寺みたいなけど。賢堂から。すごいね、世界遺産、私銚子道だけやと思っとった。へー。上福寺。時刻は？
9時7分です。9時7分、距離は、ま、1.9キロ、はい、上福寺にやってきました。ここが黒子道の起点と言われているお寺だそうです。ちょっとお参りしていきたいと思います、はい、雪が降ってきました。はい、そうしたからずっと上がってきたら、なんとまあこのゆるキャラがずっと案内してくれるんでしょうか。誰やそれ。ゆるキャラ登りにね、ゆるキャラついとったって。あ、そこそこにも。へえ。果たして何がモデルなんか分からへんけどね、これ。そら豆？エンドウ豆？これやん。あ、これか、うん、いきなり山道やでもいきなりですわ。すごい。な、初めてやからめっちゃ楽しいかも。ここで杖をお借りできますと。へえ、すごいオーラがあるね。舗装路にまた出てきました。はい、そこにお地蔵様がいらっしゃいます。はい、はい、2番に来ました。はい、今9時18分、はい、33分経過、距離は 2.4 キロ。はい、2番です。こんだけ分かりやすかったらええな。あ、さっき渡ってきた橋があそこです。ねえ、もうあんなにちっちゃい。結構な斜度やでこれ、うん、あっちの方が金剛山。うん、道には迷わんね、こんなに綺麗にしてくれてるとね。楽しいね、新しい道は。新しい？初めて？初めて。岩掛観音展望所、はい、9時23分、距離は 2.8 キロ。なんと3番のところがこんな素敵な展望スポットになっております。へえ、見て見て、これ立派やで。葛城山地やて、うん、君峠、金剛山。これ私の思っとったよりむっちゃ立派な参拝道やな、うん、いや、町石だけなんかと思ったわ、あんなに立派な。一望できるね、うん、南葛城山やあれか、うん、例のあれか。超素敵。あ、でもこの観音様自体はすごい古くから、オンアロキアソワカ。あ、ここでこう撮らせてもらおう。あ、また舗装路に出てきた。へえ。何やこれ、舗装路でずっと来れたんちゃうんか。そんなこと言うさあかんよ。そして簡易トイレがここにあります。はい、4番。4番です。あ、祠って書いてある。そっちに祠があるみたいですけどね。時刻は9時46分、はい、距離は 3.46 キロ、はい、ちょうど1時間です、はい、あ、雪がふかふかになってきた、だんだん、ね、
わーすごい。ビューティフルマウンテン。ビッキーやから余計にや。大阪やな。ジワン。ジワン。ほらここなんかすごいよ。はじめまして。おわすよここに。でこちらにあー優しそうな、大事に祀ってはるんやね。これすごいな、ユッキーを踏みしめろとね。これいいよね、やっぱめちゃくちゃ好きなのこのギュッギュッくらい、ね、ギュッギュッ。見たこの木どうしたんやって感じやな。9時58分、距離はジャスト4キロ。5番です。割とコンスタントにあるね、山頂までシャドウできたりして。はい、今日のおやつ、果実木の実のサクサククッキー揚げ塩。これなんとね、浜松のね1949年からの。開けてみましょう。マルタ、あのね、お取り寄せしたんですよ。ここのチーズケーキがむっちゃ美味しくって、はい。まあまあ。リュウちゃんはね、オレンジピールの味がね、実は好きじゃなくってね、これオレンジピールの爽やかなね、味が口いっぱいに広がるんですよ。私いただいてみたいと思います。コーンフレークも入ってます。こんな感じ。あの好きな人はハマる味だと思うよ。うん。吹雪。ん？吹雪。吹雪。ほんでいるんかい。手差し出された。おいしいやん。6番。10時5分 4.5 キロ6番です。あ、こっちか。なんかこっちちゃうか。こっちって書いてあるな。下ったらちゃんと思うで。間違った。あ、でもこの足跡は下にあったらで。あ、本当下かもしれんな。そうやな、やばい、私たちよりも先になんか2人連れの足跡がね、ずっとあるんですよ。この人たちこっち進んでるんで、ついて行ってみましょう。これ左ってこれついてるで。あ、ひか緊急用仮設トイレやって。あれが。ああ、はいはい、あそこにも6番のところにもトイレがあるってことやね。なるほどなるほど。はいはいはい。祝世界遺産。そうやろ。はい、だいぶ下っていきます。これっていうのちょっとあれやね、凍ってたら怖いね。怖い怖い怖い。下はコンクリートです。はい、アイテムのためね、持ってきてますんでね。アイテムを持ってきました。
構下るみたいですよ、これ。はい、7番。10時12分、はい、距離は 4.9 キロ、7番です、はい。ずっと下りでした、この区間。はい、6番の仮設から7番まではずっと下り、仮設トイレから。はい、コンクリです。はい、やっとここでコンクリが終わりです。はい、美味しくなってきたよ。ワランダに。ギャランダに。8番、はい、時刻は10時19分、はい、今度は 5.4 キロ、はい、7番から8番にかけてはやっと舗装路を、あ、コンクリ道を離れて川沿いの道を、自然に囲まれながら歩くことができました。そしてここですね、8番から9番はどんな道でしょうか。下り基調です。え、時刻は10時26分、距離は 5.4 キロ、はい、9番です。なんと6番の仮設トイレからずっとダダ下りです。おいいんか、こんなに下ってというぐらい。下山。あおい。これめちゃめちゃ滑るで。おなんならそっちから行った方がいいかいうぐらい。おえ、閉まった方がいいよ、リュウちゃん、それ、GoPro。10番です。時刻は10時36分、距離は 5.4 キロ、この区間はね、こういう丸太がね、橋みたいになってるとこが多くって、今日みたいな小雪がちらついてたり雨が降ってたりするときはむっちゃ滑るんで、私一回見事な尻餅をつけました。ステンゴロにしてありました。はい、でこのこんな感じに斜めに傾斜がついてんのよ、道がね、この岩でありながら。おうおう、なので怖いな。滑りにくいしっかりした靴、うん、間違っても簡単なこのペロペロの靴とかで。結構な天候になってきました。また舗装路がそこに走ってます。行きの電車で眩しいぐらい青空だったのが嘘なような感じですね。やっぱり舗装路があってもここは山奥って感じしますね。舗装路で来れたんちゃうんか。やった、やっぱりこの緑の看板に従って来なあかんかったみたいですね、うん、この 4.2 キロ先の久保小学校がちょっとした休憩スポットらしいです、はい、ここにも仮設トイレがあります、はい、すごい雪になってきました。はい、橋を渡ってから、舗装路の上りが続きます。はい、コンクリですけどようやくここから登れるからホッとしましたね、はい、あんまり下りすぎるとね心配になります。はい、民家に出てきました。はい、12番。あ、12番入ってました。距離は10、あ、ごめん、時刻は10時54分、距離は 5.9 キロ。これ入ってくんじゃん。ほんまや、ここ入るんやね、うん、はい、小学校の橋渡ってから登る基調になってます。はい、あ、よっしゃ、成功。まさかのカラビナでした。カキ、これカキ畑、カキだね。消費率と比較するとこっちはね、生活と密接に関わってるって感じするね。
民家がところどころ出てくるからな。距離は 6.5 キロ、13番です、はい。ようやくなんか山っぽくなってきました。お前ね、はい、どんどん行ってみよう、はい。はい、11時23分、はい、距離は 7.1 キロ、はい。この区間はですね、もう本当山を登ってる静かな区間、杉の木立に囲まれた山山陰区間って感じでした。はい、はい、この先はどう出るでしょうか。そんなにきつい勾配じゃなかったかな。うん、今日のおやつ入門もなかった。ほどちょっと食べました。あの西川のパンと魚肉と、うん、アーモンドベビーチーズ、うん、美味しいな。はい、九十九回時までまだしばらくあります。はい、パルペコでした。はい、時刻は11時32分、距離は 7.5 キロ、15番です、はい。平和な道やったね、15番までは。いきなりクマ出没、要注意やで、ね、要注意。2.1 キロ、はい、ここ小学校まで、はい、行きます。テープ。はい。はい、時刻は11時42分、はい、距離は8キロ、はい、16番。いや、いい道やったね、この15、16もね、歩きやすい道でした、はい。うまいこと道つけたなって感じよな。おー、ここ小学生通っとったやで、すごいよな。なんか今はもう作物が作られてないような、こう田畑の跡地みたいなのがね、うん、あったりとかしてね、あそこが住んでんのかね。やっほー。ナンバー17。11時48分、はい、距離は 8.5 キロ、はい。雪がね、すごく綺麗な道だったね。もうキラキラしてたわ。キュッ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 。あのね、もうね、町じゃ見られへん風景やんか、うん、この色だとか空気の感じ、触だとか足のから伝わってくる雪の感触だとか、もう全てがね、なんか五感に訴えるよね。腹あ、じわーんって感じ。腹減ったやな。おい。はい、55分、はい、9.05 キロ、はい、18番です。18番、うん、もうなだらかやったね。なあ、純ちゃんの18番は。ああ、歌がなんやそれ。もう一回ほんまやな。うわ、真っ黒系の池やん、なんか牧場みたい。なんで、いやすごい怖い。うん、あ、でもこっちどう、これすごいね。ね、時刻は12時3分、 9.5 キロ、はい、19番、ね、小学校跡、久保小学校跡。あ、そうですね、ここや。あ、そう、はい、こっちは通行できない。へえ、やっぱり若さんとな、ちょっと熱々、うん、はい、今日はカップヌードルです。もうね、これね、当たり、それかわいいやろこれ、うん、なんと全部じゃないねん、こっちついてへんねん、はい、強烈に美味しい、強烈に美味しい。小学校跡地です。のいいところはさ、この手のかじかんでるときに小袋とかをごちゃごちゃせんでいいところよね。そうそうそう。あれ結構つらいのよ。うん、
でしょうか。湯気立ってます。うん、おいしい。この肉がすごい肉肉しくなったね、うん、なんか前より美味しく感じるわ、うん、やっぱり150円してもカップヌードル買うべきやな。強烈に美味しいです。カッツ、はい、12時25分出発。冷えたね。お世話になりました二宮金次郎さん、バイバイ。さっぷいなこれ。いやでもね、人生で一番美味しいカップヌードルやったわ。激うまやったな。カップヌードルやっぱりあの肉肉しさがちゃうな。いや他のさ、安いカップラーメンが1個100円で売ってんのにさ、160円ぐらいすんのよあれ税込み。勇気がいったけど買ってよかった。はい、それでは元気よく、はい、ここさっき登ってきたのが ここなんですよ。こうサップここに来ました。んで、我々はこれからこの黒子道を通って高野山に向かうと、はい、通行できます。こっちです。はい、サップ、はい、時刻は12時41分、距離は 11.3 キロ、21番です、はい、20番は見えてたんですけども、あまりにもちょっと寒くって立ち止まることができませんでした。はい、道的にはね、走りやすいいい道だったね。ああちょっと心拍上げないと寒すぎでしたわ。はい、はい、って感じです。はい、ちょっと動くと温まりました。ああちょっとペース上げるとね、やっぱじっとしてるとやばいな。ああじっとしてると凍えてしまう。素晴らしい雪景色です。あ私のも凍ってます。これ開けるときにねパシパシっていうのよ。ほら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 、すごくない？ここのね下のほら、ここも結晶で引っ掛けてんね、こんなん初めて。サブ田舎の子。キンキン引き込んではる。お嬢さん、さあお嬢さんちょっと寒そう。26番です。時刻は13時33分。はい、これ何か書いてある。26番です。距離はですね、13.8 キロです。四人道出てきたんや。あ、懐かしい。ほら、これ、陽龍さん。あ、陽龍さんや。あ、これ行けませんよって出てきたっちゅうねんな、ここ。築地蔵、天竺。4人道じゃないから向こうに行くなよってことか。ああ、なるほど。やったやん。ここまで来たらあとちょっとやで。そうや。なあ、ここからはね、もう登らずにフラットな感じなんですよ。はいはい。はい。じゃあ、奥の院の方を目指してね。行くんかが、おい。奥の院は行けへんで。奥の院は行けへんでや。はい、舗装路に出てきて、右に曲がりました。はい、かなり道路がアイスバーンになってます。アイスバーンやな。もうだんだん飲める部位が少なくなってきたよ。ここもうね、こう開けるやん。ほらここが口が。北極か。ここはサブやで。黒子道女人堂跡を目指しています。はい、天竺山森林公園案内図。そうそう、森林公園やねん。あー、へー、森林セラピーとかするとこやねん。あ、そうなんや。じゃあこれを左に入ったんやかな。うん、ちょっと我々若干コースロスったみたいなんですけど、はい、復帰しますんで今から。はい、少々お待ちください。はい、あ、黒子口って書いてある。ここにあったんかな。どうやろう。でもきっとそうちゃう。でも黒子口やねんからきっとこれやで。はい、やったね。やりました、黒子口。ここで終わり。時刻は14時21分、距離は 17.35 キロ。もうまさしくこれやろ、黒子口やねんから。
これがきっとあれやで。はい、コンプリート。イエーイ。総じてよく案内もついてて、はい、ただイージーに歩ける道ではなかったね。ツルツル滑る丸太が多かったりとか、ちょっと傾斜がきつかったりとかしたんで、しっかりした靴で来ること。かな。雪見ちゃったから違うな今日。いや違う、雪が降る前の小学校の橋渡るところ、あそこまでも大概あれやった。おい、言えよ感想。そんな感想いらんのや。行ってみよう。アホ。次はミッチーで打ち上げだ。はい、イエーイ。はい、高野山の山内です。はい、雪でひっそりとしております。今日26日、はい、なんですけど、氷点下大雪注意報とか出てたんでね。はい。不要不急の外出禁止です。あっていう感じやね。ひっそり。時刻は14時32分、距離は 18.1 キロ。はい、ミッチーさん到着しました。高橋さんといえばミッチー。ミッチー、中華ミッチー。何食べようかな。有名なのは唐揚げです。うん、私はでもこの酢豚も好きだよ。酢豚、あ、酢豚定食か。酢豚定食。こんにちは。ありがとうございました。ちょっと雪まみれついた。じゃーん、もうテンション上がる。唐揚げ定食名物です。と酢豚定食、餃子もつけました。唐揚げ定食にはミニラーメンもつけました。つけました。乾杯。はい、寒いけど美味しい。寒い。でも遠かったよね、結構遠かったよ。いただきましょう。はい、そっち。お吸い物、柚子風味、柚子風味めっちゃ美味しい。手がかじかんで箸が掴まれへん。もうこのファスナーも上げられへんかった。お手が動けへん。真面目にやれよ。じゃーん、ラーメンで温めようって。いいね。酢豚食べます。お知らせいたお尋ねいたします。ただいま極楽橋行き窓口におきまして、紺色の手袋の片方が落ちておりました。お心当たりございましたら極楽橋行き自分市までお越しください。23番繰り返しお客様にお尋ねをお願いします。
今日はリッチに特急です。ちょっと